今回はモンベルのスペリオダウンラウンドネックティーです。インナーダウンの先駆けだと思います。モンベルのスペリオダウンラウンドネックティー、丸首で半袖のダウンですね。カラーのラインナップは年によって違いますが、こちらのカラーブラックは毎年定番で作られています。私はこれで2着目です。私がこれを知ったのはだいたい2013年ぐらいでしょうか。エンジニアドガーメンツの鈴木大輝さんやスタイリストの岡部文彦さんが寝るシャツやセーターにこれを合わせているのを初めて見たときは衝撃的でした。モンベルで、しかもダウンなのに丸首で半袖？それからネペンテスでも取り扱いが始まり、テーラードジャケットやコートの下に着ると外観に響かず保温性を高めることを知りました。今ではまあ当たり前なことなんですがね。着てみると分かりますが、丸首で半袖であることがインナーダウンの答えだと私は思います。胴回りや肩はしっかりと温めつつ、丸首は首元に支障がないのでシャツとのバランスがいいです。また半袖はインナーとして着た時に肘が突っ張るのを防いでくれます。モンベルから始まったインナーダウンですが、今では様々なところで作られています。そこでダウンの暖かさを左右する指標の一つ、ダウンの傘の高さであるフィルパワーで比較してみましょう。国産アウトドアメーカーモンベルのこちらは800フィルパワーです。同じく国産のダウンシュラフメーカーナンガのダウンシャツは770フィルパワー。低価格でありながらインナーダウンを作る体温のもので650フィルパワー。一番身近なインナーダウンはユニクロだと思うんですが、そちらのもので640フィルパワーです。低価格帯に比べてフィルパワーは圧倒的であり、2倍以上価格のするナンガのものよりフィルパワーは高いのです。とまあ数値の話ばかりしてきましたが、単純に暖かく着やすいというだけで十分なのかもしれません。それではこちらを実際に着てみたいと思います。身長183センチ、体重75キロでサイズ L を着ています。寝るシャツとカーゴパンツに合わせてみました。半袖なのでダウンを着ていてもシャツの袖の柄が見えるので雰囲気が出ます。こんな感じで腕を動かしても肘が突っ張ることはないです。ポケットもついているので手を温めることもできます。それでは着替えます。こちらは先日購入したユニクロエンジニアドガーメンツのフリースと合わせています。こんな感じでスウェットシャツや装飾の少ないフリースとの相性もいいと思います。このフリースプルオーバーのように
ラウンドネック、丸首を2つ重ねるとかなりすっきりした見た目になります。私はこの雰囲気が好きですね。室内から室内への移動など、車や電車移動だったらこれにマフラーを巻くぐらいで十分だと思います。これからも自分のスタンダードになっていく一着です。今回もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよかったらぜひ。